天理高等学校天理高等学校は奈良県天理市にある男女共学の私立高等学校。天理教が経営する学校法人天理大学の参加にある天理大学の付属学校である。全日制の第一部と夜間定時制の第二部がある。略称、天候。全日制家庭、普通科夜間定時制家庭全国的な宗教組織である。 天理教の運営する高校であること、また部活動が競合であることから、全国的に学生が集まる。そのような学生に対応するための寮が整備されている。プロ野球アマチュア野球指導者1980年10月、周期圏大会優勝後に1年生部員に対する、長期のいじめが発覚して1年の対外試合禁止となり、当時の監督が辞任した。禁止処分中に、 部員の喫煙が発覚し、さらに半年の処分延長となった。1990年5月、春季奈良県大会決勝直前に部内暴力事件が発覚し、当時の監督が辞任した。1995年夏にも野球部寮内での集団飲酒が発覚している。1998年4月には部内での暴力事件が起こり、奈良県秋季大会。 1999年5月には部員の暴力事件により同じく春季大会への出場を辞退している。2011年にも部内での暴力事件が発覚し、第93回全国高等学校野球選手権、奈良大会を辞退している。2011年の事例では3年生部員が2年生部員を殴り、右方骨折や耳の鼓膜が破れる重傷を負わせている。 暴力事件以外にも2009年には2年生部員が強制わいせつ容疑で逮捕されている。ありがとうございます。